以前、Google コラボラトリー上で、画像生成 AI の、ステーブルディフュージョンを使う方法について解説しました。しかし、現在はこちらの方法が使えなくなっています。コメントで教えてくれて、ありがとうだぜ。今は、当時よりも倍くらい簡単に使えるようになりましたので、前回の動画を見たことある人も、もちろん、これからステーブルディフュージョンを使おうと思っている人も、ぜひ参考にしてもらったらと思います。何がそんなに簡単になったんだ？以前はトークンというものを発行する必要がありましたが、その作業が不要になりました。なので、Python さえ使うことができれば、誰でも画像生成を楽しむことができます。でも、Python の動かし方なんてわかんねえよ。という人のために、Google コラボラトリーというサービスを使って、パソコンに Python が入っていない人や、パソコンのスペックが足りない人でも、無料で画像生成 AI を使用する方法を説明します。プログラミングをやったことないという人も、安心して聞けるんだな。今回の動画で紹介するのは、ステーブルディフュージョンを使って画像を生成する方法。また、生成した画像を Google ドライブに自動で保存する設定の仕方。ちょっとした AI のカスタマイズ方法。さらには、複数枚の画像を一気に生成する方法まで、一通りの使い方を解説していきます。基本的なところから、ちょっとした応用まで、幅広い内容を扱うんだな。自分が知りたいところだけ見てもらうのでも良いので、ぜひ、参考にしてください。また、今回の動画の内容はブログにも書いています。プログラムは、ブログの方に貼ってあるコードを、Google コラボにコピペしてもらえば楽だと思います。この動画とブログの内容を行き来しながら、自分でもプログラムを動かしてみてほしいぜ。では、解説していきます。まずは、Google コラボラトリーのプロジェクトを作成しましょう。Google ドライブに移動して、右クリック。その他。初めての人はアプリの追加を押します。ざーっとスクロールして、コラボラトリーを選択し、右のインストールを押します。続行。インストールが完了したら、再度、右クリック。その他。Google コラボラトリーがあるはずなので、クリックすると、Google コラボラトリーのプロジェクトが立ち上がります。お。まずは、左上の、タイトルをつけておきましょう。今回は、ステーブルディフュージョントークンなし動画用途でも、しておくぜ。次に、ハードウェアアクセラレータの設定をします。左上の、編集タブから、ノートブックの設定。ハードウェアアクセラレータの部分を、GPU に変えます。あとは、基本触らなくて良いですが、有料プランに入っている人は、GPU のタイプを変更しても構わないと思います。OK だぜ。そして、保存を押しましょう。こちらの作業は、プロジェクトごとに設定が引き継がれるはずなので、初回だけ設定しておきましょう。了解だぜ。では、ここからプログラムを書いていきますが、先ほども言った通り、ブログのコードをコピペしながら、進めていきます。まずは、ステーブルディフュージョンのインストールにある、こちらのコードをコピーしてください。右上のアイコンを押せば、簡単にコピーできるぜ。そして、プロジェクトの灰色の部分に貼り付けます。この、プログラムを書く一つ一つの区画を、セルと呼びます。実行しておきましょう。実行するには、左の再生ボタンを押すか、シフトキーを押しながらエンターキーでよかったよな。その通りね。実行すると、大量のテキストが出てきますので、少し待ちましょう。再生ボタンの横に、緑のチェックマークがつけば終わりです。また、再生ボタンが赤くなった場合は、エラーが発生していますので、プログラムが間違っていないか確認しましょう。一字一句同じなのに、エラーが出る人は、コメント欄で教えてほしいぜ。次に、パイプラインの準備の、プログラムをコピペします。そして、実行しておきましょう。ここも、ちょっと時間がかかるみたいだな。以前は3分ほどかかっていましたが、現状では1分くらいで作業が終わります。また、以前はここでトークンを取得するために、アカウントの作成などが必要でしたが、いろいろすっ飛ばせるようになりました。面倒な作業が減ってありがたいぜ。この2つのセルは、プロジェクトを起動したら、初めに一度だけ実行しましょう。ブラウザのタブを閉じて、プロジェクトをもう一回読み込んだら、また今の2つのコードを実行する必要があるんだな。次は、画像の生成のコードを、コピペしましょう。プロンプトに、描いてほしい絵の条件を、英語のテキストで入力します。馬に乗った宇宙飛行士だとか、アニメ風の女の子だとか、どんな画像を生成するかを、ここに入れるんだな。今回は、ダンシングキャットのまま実行します。踊っている猫が生成されるはずだな。青いバーが満タンまで溜まれば完了です。出ました。これは踊っている猫なのか？画像の良し悪しについては置いておいて、
このように、あっという間に画像を生成することができました。確かに、思っていたより簡単だったぜ。画像を保存したいときは、画像を右クリック、名前をつけて保存、そして、ファイル名を入力すると、自分のパソコンに保存することができます。これは Windows パソコンだが、Mac でも似たような感じだと思うぜ。別の画像がいいという場合は、今の画像を生成するプログラムだけ、もう一度実行しましょう。実行するたびに、生成される絵は変わるし、プロンプトを変えれば、全く別の絵にすることもできるよな。そう。ただし、一度実行すると、前に表示されていた画像は消えてしまいますので、気に入った画像があった場合は、保存を忘れないようにしておきましょう。でも、いちいち右クリックして画像を保存するのが面倒なんだよな。そういう場合は、Google ドライブに、生成画像を自動で保存してくれる機能を追加しましょう。Google ドライブへの自動保存の項目に2つのコードがありますので、まず、上の方のコードをコピーして、先ほどの画像を生成するセルの1つ前に貼り付けます。セルを追加するときは、セルとセルの間にカーソルを持っていって、プラスコードを選んでくれたらいいぜ。そして、そこにコードを貼り付けます。これを実行すると、Google ドライブへのアクセスを許可するか聞かれますので、Google ドライブに接続をクリック。保存する Google アカウントを選択して、下の許可をクリックしてください。画像は、Google ドライブの生成画像というフォルダに、保存される設定にしています。なので、あらかじめ、生成画像というフォルダを作っておいてください。やり方は、Google ドライブに行って、右クリック。新しいフォルダ。そして、生成画像という名前を入れて、作成を押してくれたら OK だぜ。できたら、今度は Google ドライブへの自動保存の、二つ目のコードをコピーして、画像を生成するプログラムの部分を書き換えます。そして、実行だな。入力文であるプロンプトに加えて、ファイル名も適宜変更してください。今は踊る猫 .png になっているな。Google ドライブへ保存されるファイル名になります。日本語でもいいので、わかりやすい名前をつけましょう。生成画像はこちらになります。これは割と悪くなさそうだな。この画像が Google ドライブに保存されているはずなので、確認してみましょう。生成画像フォルダ内に、踊る猫 .png がありました。ウプ主のフォルダには、他にもたくさんの画像が入っているが、初めての人は、さっき生成された画像だけが入っているはずだぜ。このように、クリックで確認することができます。また、右上のダウンロードアイコンから、自分のパソコンに保存することも可能です。また、もう一つの確認方法として、左のファイルから、ドライブ、マイドライブ、生成画像、と進むと、そこからも、生成画像を確認できます。踊る猫 .png があるな。ダブルクリックすると、右側に、その保存されている画像が表示されます。わかったぜ。ここまでが、Google ドライブに画像を保存する方法になります。今は、512×512 の正方形の画像が生成されるが、この設定値は変えることができるんだよな。はい、ではその説明をしましょう。AI のパラメータ変更の項目にある、こちらのコードをコピーしてください。そして、画像を生成するコードの、イメージと書かれている行を削除するか、コメントアウトして、代わりに今のコードを貼り付けます。コメントにするときは、行の先頭に、シフトを押しながら3を押して、シャープを入力してくれればいいぜ。こちらのコードの数字を変えることで、AI の多少のカスタマイズをすることができます。まずは、画像の高さと幅です。ただし、いろいろ条件があるようで、高さと幅は、どちらも8の倍数でなければいけない。512より小さくすると、質が悪くなる。高さと幅の両方を512より大きくしてはいけない。などがあります。じゃあ、基本はどっちも512のままでいい感じだな。例えば、長方形の画像にしたい場合は、一方を1024などにすれば、3つの条件をすべてクリアします。試しに、1024×512 で生成するとこうなります。横長の画像になったな。これくらいのサイズ変更がいいわけか。次は、一番下の乱数のシードを決める部分について、ここで、括弧の数字を固定することで、毎回、同じ画像が出力されるようになります。例えば、シード値を例とした場合はこちら。設定値を同じにすれば、誰でもこの画像が生成されるってことだよな。そういうこと。次は、シード値を1にした場合はこちら。なるほど。それでは、他のパラメータの効果を説明するために、シード値を1に固定して説明していきます。次は、ガイダンススケール。テキストとの類似度を設定できます。つまり、どういうことだ？値が大きいほど、プロンプトに忠実に、値が小さいほど、プロンプトにとらわれずに、画像を生成します。デフォルトは 7.5 なのか。
基本は変えなくても良いですが、参考までに 9.5 に変えて生成すると。構図は同じだが、顔とかが割と違うものになるんだな。これは 7.5 に戻しておいて、次はナムインフェレンスステップスです。これで、生成のステップ数を決めます。つまり、画像の繊細さのようなものです。上げるとどうなるんだ？ステップ数が多いほど、画像は綺麗になりますが、その分、生成に時間がかかります。なるほど。デフォルトは50です。こちらは適宜100や150などに変えてもいいと思います。試しに、ステップ数100とした場合はこちら。ステップ数50の時と比べてみたいぜ。比べてみると、ステップ50よりも100の方が、猫の縞模様などがくっきりしているのが、わかるかと思います。猫のポーズや顔はそのままで、質だけが変わっている感じだな。ここまでが、設定できるパラメータの紹介でした。最後に、複数枚の画像を、同時に生成する方法について解説しましょう。一枚一枚生成するのは面倒だからな。複数画像の同時生成に2つのコードがあるので、まず、1つ目をコピーし、新しいセルに貼り付けます。とりあえず、一番下のセルに貼っておくぜ。実行しておきますが、特に変化はありません。次に、2つ目のコードをコピーして、先ほどのセルの下に貼り付けます。こちらを実行すると、いくつかの画像が、グリッド上に並んで表示されます。ナムローズで行数、ナムコルズで列数を決めます。今は行数が1で、列数が3だから。1×3 に並んだ、3枚の画像が生成されます。いろいろ説明する前に、このまま実行してみましょう。出力が終わりました。踊っている猫の画像が、3枚分、横並びで表示されたな。行数は縦の数のことで、今は1。列数は横の数のことで、今は3です。なので、設定通り、1×3 の並びで画像が生成されています。なるほど。また、これらの画像はすべて、Google ドライブに自動保存されています。確認してみると、ありました。クリックしてみると、先ほどの画像が保存されていることがわかります。3枚の画像を別々に保存してくれているんだな。踊っている猫以外の画像も作ってみましょう。プロンプトシングルに、生成したい画像のテキストを、ファイルネームに、保存される画像のファイル名を入力します。1枚の画像を生成するプログラムとは、別に設定するんだな。今回は、プロンプトに、キュートドッグ、ファイル名に、かわいい犬、として、再度、実行してみます。また、グリッドは 2×2 の、計4枚を生成します。OK だぜ。もちろん、ここでも、画像のサイズや、シード値などを設定することもできます。今は、シード値を例としているので、皆さん、同じ画像が生成されるはずです。今回、2×2 の4枚を表示するようにしましたが、この場合、1行ずつ、生成しています。ということは、今青いバーが見えているのは、1行目の2枚の画像を生成しているってことだな。そう。そして、2本目のバーが出てきたら、それは2行目の2枚の画像を生成していることになります。ちなみに、1×1 の画像を生成する設定にすれば、1枚の画像を生成することも可能です。なので、上にある、1枚だけ画像を生成するためのプログラムは、削除してしまっても構いません。はい、できました。あれ、1行目と2行目が、同じ画像になっているな。少しミスりました。シード値を例に設定しているので、1行目も2行目も、どちらも同じ乱数で生成されて、同じ画像になってしまっています。ということで、シード値の固定は消しましょう。再度、実行してみます。今度は4枚とも、別々の画像になりました。複数枚の画像を一気に作れるのは便利だな。シード値を固定していないから、人によって、生成される画像は違うはずだぜ。もちろん、Google ドライブにも保存されています。ファイル名は被らないようになっているので、連続で生成しても、前の画像が消えることはありません。逆に言えば、無計画に生成していると、いつの間にか画像が大量に溜まっていくのか。なので、いらない画像は、適当に削除してください。ファイル名の付け方は、まず、ファイルネームで設定した名前、プロンプト、生成日時、そして画像番号です。画像番号？ 4 枚の画像を生成した場合は、それぞれに1から4の画像番号がつきます。1行目左から1、2、2行目左から3、4となります。なるほどな。画像にはプロンプトがそのままついてしまうので、長すぎて邪魔に感じる人は、削除してもらってもいいです。でも、プロンプトが残っていると便利だよな。ここまでが、複数画像を生成する方法の説明になります。で、結局、どれを実行すれば、画像を生成できるんだったっけ？
では、生成までの流れをまとめましょう。まず、Google ドライブに行って、今回のプロジェクトを開きます。編集、ノートブックの設定から、ハードウェアアクセラレータが GPU なのを確認します。一度設定したら、2回目以降はずっと GPU のままのはずだぜ。そして、上から3つのコード、PIP インストールと、パイプラインの準備と、ドライブのマウントを行います。ドライブへのアクセスは、毎回許可をクリックだな。そして、下から2つ目の、イメージグリッド関数の定義を実行。最後に、一番下のセルで、グリッドの設定、つまり何枚かける何枚の画像を作るか決めて、プロンプト、シート値などのパラメータ、ファイル名、これらを設定して実行します。そうすると、何枚かの画像が、自動的に Google ドライブへ保存されるんだな。再度、生成し直したい場合は、一番下のセルのみを再実行すれば OK です。その時に、プロンプトやステップ数を変えてもいいな。これが、生成までの流れです。よくわかったぜ。今回作成した Google コラボラトリーのプロジェクトは、皆さんが使えるように公開もしています。プログラムをコピペするのさえ面倒な方は、概要欄のリンク、あるいはブログに貼ってあるリンクから、プロジェクトに飛んでみてください。もう、プログラムは出来上がっているから、上から順番に実行するだけで、生成できちゃうんだな。この動画が、Python でステーブルディフュージョンを、実行してみたいという人のお役に立てれば幸いです。参考になったと思ったら、高評価お願いするぜ。このチャンネルでは、他にも、AI や論理回路など、情報科学の内容を解説していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、ステーブルディフュージョンに関して、Python さえいらずに利用できるツールなどもありますので、コメントで要望があれば、それについても解説しようと思います。では、今回の解説はこれくらいにします。ご視聴ありがとうございました。